はい、どうも、ラギです。なんと、サーモンランが好きな人に朗報です。スプラトゥーン2の新しいステージは、サーモンランで追加されることになりました。一応ね、任天堂公式さんが言うには、最後のステージ。サーモンランで出るステージでは、最後になってしまうんですけども、今までね、全然アップデートされてこなかった、サーモンランの追加コンテンツ。追加コンテンツってかあれか。追加のアップデートが、来るということで、待ってたでしょ、バイト勢。やっぱりね、スプラトゥーン2やってる人で、縄張りとかガチ間違いにね、サーモン勢、サーモンガチ勢ってのが、いたじゃないですか。あの子たちに朗報。まあ、みんなもね、サーモンラン結構やるでしょ、暇な時とか。ガチマッチどうしても勝てない時にさ、まあ、縄張りやったり、まあ、でも飽きた時に、まあ、サーモンやったり、むしろサーモンメインでやる子もいるから、今回のステージちょっと嬉しかったでしょ。ちなみに、ステージの名前なんですけども、朽ちた箱舟ポラリスだって。これノアの箱舟っぽいね。一応説明があって、希望を積み、滅びゆく地上から旅立ったとされる箱舟は、かつて何を見たのだろうか。機能を停止したゆりかごは今、この地で静かな眠りについているっていう説明が書いてあるんだけど、俺にはよくわかんない。でも、地上から旅立ったとされる箱舟って、ノアの箱舟っていうね、昔のね、これ何？神話？ステージは、こんな感じ。シェケナダムみたいな。シェケナダムにレールがついたみたいな形なのかな？近いのはね。まあ、でも新しいステージ。だからサーモンランにレールがつくのは初だよね。こういうギミックはなかったから、新しい。てか、こういうさ、レールとかつけるぐらいだったらさ、もっと他のステージもさ、出てもね、いいのにね。ここだけじゃなくてね。スプラトゥーンって、縄張りとかガチマッチのステージは工事するけど、サーモンランのステージは工事しないのかな？工事っていうか、追加で欲しいよね。次はこちらです。まあ、やっぱり気になるのは、このクマさんのマークの英語だよね。僕もちょっと英語苦手なので、Google 先生使って調べてきました。で、この緑のクマさんの意味が、活動的なクマさんの領域って書いてあるから、よくわかんなかったんですよ、最初。で、ちょっと下の方を見て、このコルクボードのさ、黄色い方の下の注意書き見ると、クマさんの領域は旅行するのに気をつけてくれって。多分なんですけど、サーモンランのステージ全部このクマさんのマークがあるんですよ。鮭が出るから、クマさんのマーク貼ってあって、ここは気をつけろって、クマさんがね、バイトの店長のね、クマさんが、多分俺たちに言ってるんじゃないかなと思います。はい。考察ね、これ、考察。今、11月5日なんですけども、11月7日に出るみたいです。だすぐ、もうすぐ、出る。はい、ということで、新しいサモランのステージが追加されるので、楽しみましょう。ご視聴、ありがとうございました。あ、そうそう、これ以外にも、新しい別注シリーズの、ね、内容が、また判明したので、今日あげるもう一つの動画を、ぜひ、ご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。